はい、皆様こんにちは。毎度おなじみ三保亮介でございますけれどもね、今日はツアーの19日目、21カ所目ということでございまして、富山へやってまいりました。富山はもうおなじみという感じでございますけれども、今年も6月に、メッセージの誕生日に、来させていただきましたけどもね、その時も茶文という駅前の、シネマ食堂街にある茶文というお店でね、盛り上がらせていただきましたけれども、それもね YouTube とかねブログで、動画をお楽しみいただきましたが、今日は、3年前から毎年夏にお世話になっています、お店でございます。アリババというお店でございますけれどもね、これが、不思議なお店なんですけれども、なかなか、毎年毎年、辛い状況というか厳しい状況ではあるんですがね、今年こそはという、思いで毎年頑張っておりますけれども、さあ、ただいま、こちらに見えておりますのが、鐘です。この鐘を見て、一体どこで、私が喋っているのかということを、が分かったあなたは富山通です。この富山もですね、なんと進化を遂げておりまして、2ヶ月前に伺った時と比べて、なんと富山駅が変わってました。富山駅が新しくなってましたね、それからですね、なんと富山のメインストリートと言われます総川通りですけれども、ロッテリアがなくなっておりました。どうなってしまうんでしょうか、この日本。本当に新潟もまあ壊滅的な状態ですけど、どこ行ってもメインストリートと言われかつて言われたところがね、壊滅状態でございます。この日本変えていかなきゃいかんぜよ、龍馬じゃありませんけどもね、というわけでございましてですね、今日は、あちらに見えますのが、あそこ見えるか、これがですね、アリババなんですけれども、はい、まだ来てないみたいですね、頑張りたいと思います。私はこう東別院富山からねお届けいたしましたけれどもね、ここに登って果たしていいんだろうかよくわかりませんが、今日も、この鐘のごとく、大きくなれば大きくなり、小さく叩けば小さくなるような、西郷隆盛のようなライブをやってみたいと思います。頑張ります。